はい、こんにちは、てっちゃんの興味津々、いつもご視聴ありがとうございます。今日のテーマは、2020年の7月に亡くなった三浦春馬さんのファンの方々、何十万何百人という方がいらっしゃいます。で、そういった方は春馬さんのことに興味があるというのは、これまあみんな共通のね、ことなんですけど、この何十万何百万というファンの皆さんがね、こう分裂してるという話題を、お話ししたいと思います。で、これね、一番分かりやすいのはね、例えばリアルでをやられてる人で、この人たちはね、行動を起こす人と起こさない人いますよね。だから一緒にリアルでをされてる方としてない方でね、これね、リアルしてるから熱量が多いとかね、してないからダメとかっていうことではないんですよね。やれない事情があったりね、いろんな、まあ、総合的な判断で、やりたくてもやれない、顔出しができないとかいろいろあります。でもね、これね、やってる方の中には、その心配してる春馬さんのことが好きだ好きだと言いながら、そういうものにも参加しないのかみたいなね、まあ、そんな風潮があったり、あるいはそのリアルでのことをちょっと意見を言うとね、あいつは敵だとかね、あいつはこうだこうだっていうね、そういうのがすごくあるんですよ。で、今度リアルでがどうかというとね、これもね、まあ出だしはね、まあ T さんの温度でこうやりました。でね、今度ね、このリアルでをやる人もこう何種類か分かれてるんですよ。何種類か分かれてる。で、何種類か分かれてて、で、それぞれがね、言ってることが違ったり方向性が違ったりしてて、で、僕ね、これ見ててね、すごく思いました。よくね、3人集まれば派閥ができるって言うんですけどね、三浦春馬さんの件をこう、僕もこう3年、今2023だから3年かやって、こうやって YouTube でやってますけど、なんて言うんですかね、こうね、心地いいこと言われると楽しんで、で、自分の意にそぐわないことを話すとね、敵だという方も結構いてですね、僕ね、非常にね、人間ってね、難しいなとつくづく思いましたね。ついでもする人と、まあ、ついでももやり、リアルもやってる人もいらっしゃるし、ついでもしかできないけど活動してるとか、僕みたいなこと YouTube で発信しかしてないとかね。でね、発信しかしてないのにね、リアルに出席もしてないのに偉そうに言うなよとかね、言う人もいるんですよ。でもね、それは人それぞれのやり方、目的は一緒のような気はするんですけど、僕は最初はね、目的はみんなね、春馬さんの真実が知りたいとかね、いうところからスタートしてるんですけど、最近はね、その春馬さんのこの騒動っていうかね、事件を、そう、こう、なんていうか、僕もね、よく言われるんですよ。この YouTube でね、春馬さんの件を話してお金にしてるじゃないかって言われますけど、少なくとも僕はね、春馬さんが亡くなって、報道された7月18日からずっとやってます。もう数万、もう3回ぐらいバンされましたけど、アミューズにホームページにね、まあ、デマを風潮してる SNS ということで、僕、名指しされたこともあるし、それでもね、顔出しでずっとやってます。でも、あるそのファンの中からはね、
そのリアルに出てないくせに何言ってんだとかねっていう方もいらっしゃったりね。で、最近よく思うのは、本当のね、春馬さんのファンじゃないんだけど、そのこうファンという一つのこのコミュニティの中に入り込んできてる人が結構今多いです。で、それは言うとね、まあさっき言った目的違うんですよ。我々は春馬さんの真実が知りたいっていうところからスタートしてずっと続けてるんですけど、そのコミュニティだけに入りたい人はね、集団の中に入りたい、実はね、春馬さんはどうでもいいっていう人結構いるんですよ。いっぱいいます、私の周りでも。で、その人たちはね、特徴的なのは和を乱すんですよ。和を乱す、他人を攻撃し出す、自分のこう考えと合わなかったら、あの可愛さ余って憎さ100倍みたいなね、こう攻撃し出すんですよ。で、これね、僕もこの数年間春馬さんのことをこの YouTube で上げてきて、いろんなリスナーさんいらっしゃいました。まあ春馬さんをまあ中心としてね、春馬さんのことからこうあるコミュニティができてね、でそこでリスナーさんもできました。でもちょっとしたことでね、まあ恨み節っていうんですかね、攻撃をバン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 する人もいます。で、やっぱり具体的に名前は言えませんけど、春馬さんのことを、まあ、例えばビジネスとして考えてる人もいるかもしれない。で、本当に春馬さんのことを思ってる人もいる。で、今言った人たちはね、単純にね、ちょっと変わった人で、いろんなコミュニティに顔を出して入り込んで仲間のようなふりをして、そして、かき乱す、そして自分の意に反する人はに攻撃をし始める、すごい口調で罵り出すっていう人が多いです。でもちろんこれ春馬さんのファンの方って男性より女性の方が圧倒的に多いんですけど、女性の方多いですね。女性のまあね、年齢はちょっとあれですけど、非常にね、恐ろしい恐怖を覚えるような人もいます。だからこのアルマさんの件をこう追い求めてる人たちいると思います。行動には行動には移してないんだけども、それは家族がいるからとかね、顔を見せたらまずいからとか、そういうこともあってこういった YouTube だけを視聴される方もいらっしゃるし、人それぞれなんですよ。人それぞれなんですけど、人の米物に手を突っ込んで、で、ああでもない、こうでもないっていう人たちがどんどん増えてきて、まあ、結構最近のね、まあ、YouTube、ここ1年、ここね、1年ぐらいで YouTube なんかでもこう立ち上げた、こう、春馬さんのこの内容を取り上げる YouTube なんかもね、あれもね、僕はね、今更っていう気がしますね。で、結構昔僕が取り上げた内容を今、まあ、古代表現してやる人なんかもいるんですけど、ちょっとね、いろいろ僕に入ってくる情報でね、今花間さんのことを YouTube とかで、あの TikTok で話してる人たちの中ではね、やっぱ明らかにっていうようなね人がいます。だから今ね、ジャニーズの件とかで結構ね、春馬さんの件が再熱してきてる時にね、こうファンの人がね、こう大きく分裂してたものが今度は小さくね、その大きいものが小さい、こうなんていうんですかね、グループに分かれつつあって、なんかねベクトルがバラバラになってね、一番大事な時にファンが分裂してるなという感が非常に多くてね、まあ、警告を鳴らしていきたいと、そんな風に思っています。でにね、参加できる人だけが頑張ってるんじゃないということを分かってほしいです。人それぞれあります。家庭があります。守るものがあります。
だから人それぞれのやり方があるので、春馬さんの事件を追うこと、あるいは春馬さんに誰かが何かをした、その人を恨むのはいいでしょう。でも一緒に思ってる人を攻撃するのはやめましょう。